さてホーム FC 琉球フォーメーションを見ていただきましょう。 3-4-2-1 です。ゴールキーパー田口、ディフェンス3バック右からリオンジ、岡崎、沼田、ボランチには富所、上里、そして右のウィングに上原真希と、左には大本、そして2シャドウ中野、池田、ワントップには清武です。アウェー津江県金沢のフォーメーションです。 4-4-2 を予想しています。ゴールキーパーは白井、ディフェンスは右から毛利、松田、庄司、長峰、そして中盤は右から平松、藤村、松本、島田、2トップには林、豊田となっております。富所、松本キープしながら左サイドバックの長峰、中央藤村、縦走り出しているのは豊田ですが合いません。中央つけてワンツーでシュート打ってきた。最後は17番の平松でした。ただ高さのある選手も揃っています。クリアで弾き返す、後ろ下がってシュートコントロール決まった。先制は金沢。今のシーンです。はい、ここですけど先に触るんですけれども、はい、このこぼれ球毛利でした。なので誰かに当たるだろうっていうので、田口選手にとってはもうブラインドになりながらどこに来るかわからない。ちょっと当たったかもしれないですね。ちょっと当たってるかなっていう感じはしますけれども、2点目3点目は極力早く欲しいですからね。はい、はい、藤村から縦です。フリーで受けた島田、右のクロス、林、いい攻撃でしたね。はい、非常にシンプル、しかし完全に確実に琉球のゴールに迫りました。その後ろ中野もいます。中野へのボール、富所中へ走っていましたがそこにはつけず、上原から上里です。左利き上里、ミドルもある、上里のミドル、まあ、サイドで起点作りながら真ん中に展開、上里選手のこのね狙いすまして蹴る時間をね作りましたよね。はい、琉球キッカーは今シーズン直接フリーキックも沈めている正確な左足を持つ20番の上里、高い選手を揃えています。まずは前半のうちに追いつきたい琉球、少し高めのボール、清武だ。白井の反応です。しっかりマウス、ゴールマウスに行ったんですけどね、清武選手もフリーになってたのでチャンスでしたけども、さあ交渉球入れ替わる、ここわずかにボール合いません。トラップのところを狙いますが松本です。縦は豊田、中央平松、平松だ、弾いたところ林詰めている、また田口、こぼれたところ最後松本、決定機ですけど、うまくねシュートチャンス作りましたけど、さあ競争になる、マイボールに変えた上原、上原中待って、ふわりとしたクロス、リオンジのところ、草野がバイタルで受けて、上里から岡崎、中央中野、中野ペナルティーキックです。中野の粘り勝ち。琉球の選手たち本当にもうギリギリのところで、まあ、ボールを守って攻撃に転じられるようにやはりもうみんなでこう押し込みましたね。そうですね、はい、キッカーは草野です。ゴールキーパーは今季副キャプテン白井優斗。最大のチャンスを得た琉球は草野、決め切りました。追いついた琉球、代わって入った草野、読んでいても取れないところに流し込めたところが良かったですよね。草野選手ね、キーパー見てますよね。はい、はい、最近はねあのサイドバックで出てたので。そうですよね、オーバーラップですか、オーバーラップはすごく特徴ありましたけどね。いやすごい、おっレッドカード、そうですね、これは16番の毛利俊也は
前半にイエローカードを提示されていましたので2枚目ということでレッドカードになります。足の裏が出ているということですかね。沼田競り合いに勝つ。こぼれは草野、左は竹澤走っている。池田は前を見て右の田中、中野クロス、バイシカル、草野でした。最後は一つアイディアを見せました。そうですね、このボールによってひらめいたと思うんですけどね。折り返し杉浦、その後ろ大石がこぼれている。セカンドボール、シュートを打ってきた。どーっとボレー、ここは松本のコントロールショット。いや、素晴らしいシュートが2本続きましたけど、川口選手最後はこれですよね。これはバーに救われましたけど、まだタッチ終わっていない。田中圭太のクロス、ラストプレーになるかというところ。ここで長い笛です。試合終了のホイッスル。2022明治安田生命 J2 リーグ第12節、22 FC 琉球対7位津永源金沢、1対1、互いにしのぎを削りました。